皆さん大変お待たせしました。用意ができましたので、そのショーはレッツスタート。Oh,
ありがとうございます。今回は大笑いだったんですよ。年数が 2回ありましたね。電飾一生懸命やりましたね。ちゃんと動いてくれてよかったです。今度誰か時をやるときは貸しますよ。一回どうでしょう。暑いっすね。すいません。なかなかね、このパラシュート感出てました。どうですか皆さん。出てた出てた。ああ、よかったです。なかなかここまで引っ張ってきて、そんなあまりにも引っ張ってくると今度はドラムが囲まれちゃったんですね。なかなか難しいんで、一生懸命このなんていうんですか、キンキンをたくさんつないでこっちに持ってきましたっていう感じでやらせてもらいました。雑誌は飛んで何回になるか分かりませんけども、もうずっとですね、今日は、ジミーさん、あ、ジャーニー最近ジニーを押し込むしかってイメージがあってね、ジャーニーさんの追悼で澤田研二をやります。次は皆さんご存知ですね。綺麗に畳めてるから私のことを言います。次は勝手に仕上がるのちょっと準備に入らせてもらえませんか。こっちが勝手にやってるって言ったらそれまでなんですが、ちょっとやっぱりバブリー感を出すね。やっぱりこのバージョン違う。ここで何気なくジュリーナイス。よかったジュリー。よかった、ジーニーではなくてよかった。じゃあ今日はじゃあ勝手にシンドバッグじゃないや。勝手にしかできない。
来たね。それらしき、なってきた。じゃあ次はね、ダーリングの宣伝でありますんで、ちょっと待ちください。Okay.
帽子の音出なかったな。俺の頭がでかいのかもしれないけどね。次はですね、レイジンなんですね。知ってます、レイジン。知ってるよね。で、雑誌をワンもないつも何やってるかと言いますと、あるんですよ、こんなことびっくりしたよってね。今日のレター、最近新幹線で出張行くことが多いんですよね。この中間の音が出てくる。それで、やっぱり寝ちゃって、そしたら何気に隣におばあさんが座ってました、ね、ちょうどお昼頃だったんですよね。お昼頃、うまそうに寿司を食い始めようとしてるところでした、ね、テーブルをバタンとして、もう寿司をね、ってそうしたらおばあさんやっちゃってます。くぼんなところに醤油を入れ始めました。うわっ、残暑よかったよかった、ああやったよかった。もう一つやろうかなと思うけど、またずれて次の時に霊人の着替えをさせていただきます。こういうのね、使うと楽ですよ。寿司屋でもありませんか。また引っかかりました。汚れてはいけない、きらびやかすぎてもいけないですね。じゃあ次は雷神です。Thank you.
は、ジェットコースターに乗りに行きましたね、遊園地。あ、前も相当長いですから、あ、できてましたよ。で、前のおじさん初めてなんでしょうね、ジェットコースター。今日こんなに混んでて座れるかな。ザ・ショー・ワン。でもめげません。ね、次はカサブランカダンデーの曲をやりますが、気がさせてI'm not afraid to die.
Thank you.
撮影会はそちらに出ています。